パトリシアハツエ佐行きはアメリカ合衆国の政治家、日系アメリカ人三世。パッドはパトリシアの短縮系であるハワイ州選出連邦会議員を2期務め、その後ジョージ HW ブッシュ政権で第17代中小企業庁局長を務めた。1930年5月28日にハワイ準州広の日系人の家庭で3人姉妹の長女として誕生した。 両親は共に日系二世で、祖父母はサトウキビ畑で働いていたという。父の数はハワイの五大財閥の一つであるアムファックハワイでセールスマンとして働いており、母は張り子をしていた。1948年にヒロ高校を卒業後にハワイ大学に進学し、教養学士を得た。1954年に産婦人科のスタンリーサイキと結婚し、 5人の子供を設けた。大学卒業後は学校教師を目指し、体育、保険歴史などを教えた。パットは教師として働くうちに、公立学校の教員の勤務内容や待遇に疑問を持つようになり、ハワイ政府職員協会の協力のもとで、ハワイ周発の大規模な教職員組合を組織した。パットは組合の設立が 政治に関わるきっかけになったとインタビューで語っている。1968年に共和党に入党し、同年開催されたハワイ州憲法制定会議に選出され、同年のハワイ州会議員選挙に出馬、当選した。州会議員として女性差別的だった州法の改正を目指し、28件提出した法案のうち26件を成立させた。さらに、 ハワイ州の平等権修正条項の批准を主導した結果、1972年3月22日にハワイ州はエラを批准した。これは全米50州の中で最も早いものであった。1974年にハワイ州上院議員選挙に出馬して当選。2期8年の任期を務め上げ、1982年には副知事候補として、 ハワイ州知事選挙に出馬するも落選した。以後共和党の党議長として、党勢力の拡大に努めた。1986年の連邦会院議員選挙で、ハワイ州第一選挙区から立候補し、当選を果たした。パットは、ハワイ州成立以降初の共和党の連邦会院議員で、二人目の女性会院議員であった。 1990年、友人でもあったブッシュに勧められ、連邦上院議員選挙に出馬するも落選した。議会引退後、パットは中小企業庁の局長を2年間務め、1994年の州知事選挙に立候補したが、またしても落選した。以後も共和党の長老として活動し、2014年から2015年まで、ハワイ共和党の委員長も務めた。 ありがとうございます。